はいどうも皆さんこんにちは、ひよのすけです。さて今回はですね、皆さんお分かりの通りね、アップデート情報そしてボーナス情報のねご紹介のお時間なんですけども、まあ皆さんご存知の通りですね、ちょっとネタ切れ感があるような、時期に入ってきました。はい、で今週なんですけども、もうザ職業ウィークというような1週間になってるかなというふうに思います。はい、というのはですね、職業に関するね、ボーナスだったりとか割引ね、こういったものが非常に多く来てますので、今週はですね、職業を新しく始めるよという方ですね、初心者の方、あとはですね、職業を始めてるんだけどもランクがなかなか上がってないと、まだコンプリートしてないよという方のためのね、1週間になっていると思います。はい、ではですね、これからいろいろ紹介していきます。でまずは、今週追加になりました新しい、衣類、コスチュームの情報をご紹介していこうと思います。では今週も行ってみましょう。どうぞ。はい、ではですね、今週新しく追加になった、医療アイテムですね、ファッションアイテムの方をご紹介していきます。今週は全部で3点新しいアイテムがありまして、それぞれ、帽子が2点、そしてですね、シャツが1点ということで合計3点追加になっております。はい、まず帽子の方からいってみようと思います。まず1点目こちらです。はい、ドン。はい、チャールストンシルクハット、こちらが新しく追加になりました。はい、このシルクハットはですね、もう見た感じわかると思うんですけども、高さが結構あるシルクハットになってまして、すべてね、一色もののシルクハットになってます。はい、でつばがね短くて結構クイッとこう上に上がってる感じのシルクハットになってますので、ちょっと癖があるのでね、合わせづらいかもしれないですけども、欲しいよという方はですね、買っていただければなというふうに思います。続いてこちらです。はい、ドン。はい、リーブズシルクハット、こちらが追加になりました。これはもうザ寒冷地用ですね。今までなかったと思うんですけども、この高いね、高さが高いシルクハットで、寒冷地用っていうのは初めてかなというふうに思いますね。もし前例あったらすいませんね。ということで、寒冷地用でこういう高いね、高さのあるシルクハットが欲しいよという方はですね、ぜひ買っていただければなというふうに思います。はい、続きましてですね、男性用のね、新しいシャツのご紹介です。こちらです。はい、ドン。はい、コーハ T シャツ、こちらが追加になっております。はい、これはですね、もうキュッと締まった感じのね、ちょっとタイトめな感じのシャツになってまして、特徴としてはですね、この胸のところにあしられているですね、ひらひらのフリルね、こちらがですね、特徴になっておりますので、もしですね、欲しいという方はですね、買っていただければなというふうに思います。以上がですね、今週追加になった新しいね、色アイテムの方ですね、ファッションアイテムになります。そしてですね、今週から再販が始まるアイテムが5点ございます。はい、それぞれですね、こちらです。はい、ドン。はい、モーニングテールコート、そしてアーウィンコート、エバーハートコート、こちらコート3点とですね、毛皮の手袋、ウッドラの手袋、手袋2点ですね、合計5点がですね、再販になっております。これ個人的な意見なんですけども、特にこのモーニングテールコート、非常にですね、こうスマートでかっこいいコートになってますので、ね、なかなか再販が来なくてね、結構欲しいって人多いんじゃないかなというふうに思いますので、この機会にぜひですね、皆さんお金を貯めていただきまして、このモーニングテールコートね、おすすめですので、ぜひね、買うようにしてみてください。よろしくお願いいたします。ということで以上でですね、今週の新しいファッションアイテム、そして再販されるアイテムですね、情報のご紹介になりました。はい、で続きましてですね、今週のボーナス情報いってみたいと思います。どうぞ。はい、では続きまして、今週のですね、ボーナス情報の方ですね、ご紹介していきます。今週はですね、冒頭でお伝えした通りですね、職業ウィークということでですね、職業に関するですね、ボーナスがね、たくさん来ておりますので、こちらをですね、職業別にご紹介していこうと思います。まずはですね、密造酒製造者、こちらのですね、ボーナスをご紹介します。こちらになります。はい、ドン。はい、すべての売却ミッションですね、そしてですね、密造酒のストーリーミッション、マギーからね、受注できるこのミッションですね、あとはですね、微減化削減ミッション、こちらのですね、ミッションの達成でもらえる XP ですね、職業の XP と、プレイヤーの XP、それぞれですね、両方ともですね、4割増し 40% アップで、受け取れますよというようなボーナスが来ております。はい、続きまして賞金稼ぎですね、行ってみたいと思います。こちらです。はい、ドン。
はい、賞金稼ぎミッションですね。こちらはですね、まあ普通の賞金首ですね、でもいいですし、あとは伝説の賞金首でもいいです。両方ですね、こちらのですね達成クリアした後にもらえる XP ですね。こちらもですね、プレイヤーの XP と、役割職業の XP ですね。こちらそれぞれ 40% アップで、受け取れますよというようなボーナスが来ております。続きまして商人ですね、こちらです。はい、ドン。はい、商人はですね、売却ミッション、そしてですね、補給ミッションですね、あとですね、このキャンプのシチュー、ね、こちらを作成した時にもらえる、まあ、XP ですね、こちらはですね、それぞれ、役割の経験値と、プレイヤーの経験値、こちらがですね、40% アップで受け取れますよというような、ボーナスが来ております。最後、収集家ですね、こちらです。はい、ドン。はい、収集家はですね、これ注意してほしいんですけども、完全なコレクションですね。まあその収集品単品ではなくて、コレクションが揃った時に、マダムに売却した際に発生する、経験値ですね。こちらがですね、まあプレイヤーの経験値、そして役割の経験値、こちら4割増しですね、40% アップで受け取れますよというようなボーナスが来ております。はい、それぞれこちらがですね、それぞれ職業別のボーナス情報になっております。はい、以上がですね今週のボーナス情報になります。続きましてですね、マダムの新しいコレクションの情報を言ってみたいと思います。どうぞ。はい、では続きまして今週のマダムのね新しいコレクション情報をお伝えしていこうと思います。今週のコレクションこちらになります。はい、ドン。はい、恋人コレクション、もうまさにバレンタインですね。はい、バレンタインにうってつけのコレクションになっております。内容はですね、チョコレートデイジー、イエローゴールド、そしてダイヤの指輪ですね、カップの2、タロットカードですね、こちらをですね、集めていただきまして、こちらですね通常で売るよりもですね少し高価に取引してくれますので、こちらですね余裕がある方はですね、納めていただきまして少し高めの報酬をね受け取るようにしてください。よろしくお願いいたします。こちらでですね今週のマダムのコレクションは以上になります。続きまして今週のですね、ディスカウント情報ですね、値引き情報とですね、ボーナス特典、こちらの情報をですねお伝えしようと思います。どうぞ。はい、では続きまして、今週のですね、ディスカウント情報ですね、割引情報の方をお伝えしていきます。まずはですね密造酒製造者、こちらに関する割引ですね、こちらです。はい、ドン。はい、密造酒製造所ですね、こちら拠点の方のですね購入する時の、まあ、ゴールドですね。はい、あとはですねもう持ってるよという方がですね、別の場所に移転したいんだという方ですね、この移転にかかる費用ですね、こちらがそれぞれ 25% オフで、今回ご購入いただけますよというようなボーナスが今週1週間来ております。そしてその他のですね職業の方もですね、割引情報来ております。こちらです。はい、ドン。はい、それぞれですね、賞金稼ぎ、商人、収集家ですね、この職業を始める際に必要なアイテムですね、賞金稼ぎ免許、ニキュアのテーブル、そして職業家のバッグですね、こちら本来であればですね、ゴールドがですねそれぞれ15本ずつ必要になるんですけども、今週1週間に限りですね、こちらのゴールドはですねすべて5本割引になりまして、それぞれ10本ずつで、購入可能になっておりますので、この際にですね、まだゴールドが足りなくて始めれないよという方はですね、この機会にもぜひ買っていただきまして職業を始めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。そしてですね商人に関してですね、もう一声割引来ております。こちらです。はい、ドン。はい、シチュー鍋とですね武器箱、こちらがですね 30% オフで購入可能になっております。このシチュー鍋非常にですね重宝しますね。あの基本のステータスを回復する際にはねこのシチューが持ってこいになりますのでね、ぜひ買っていただければと思います。そしてこの武器箱もですね、普段使わないような武器をですね、しまっておいていただきまして、普段の戦闘におけるですね武器の取り出しを早くするというような効果がありますので、これ非常に重宝しますのでね、この機会に買っていただければなというふうに思います。はい、さらにですね、今週、プレイステーションプラスですね、まあ、PS4 やってれば皆さん加入してると思うんですけども、こちらをですね加入している方はですね、密造酒製造者、こちらをですね、密造酒を作る際に必要なマッシュの補充ですね、こちらがですね3回無料になりますよっていうようなね、こういう特典、そしてですね商人用の、補給ですね、素材ではなくて補給ミッションが必要な補給ですね、こちらの補給がですね3回分無料になるようなね、そういうチケットをですね特典の方から受け取りができますので、こちらの特典もですね、忘れずにチェックの方よろしくお願いいたします。はい、
そして、毎週のことながら、スイッチプライムですね、スイッチプライムと、ソーシャルクラブのアカウントをリンクした方、ね、リンクもしているよというメンバーの方もですね、追加で集中化のバッグ、そしてですね、密造酒製造者、こちらの光沢のあるボイラー、こちらのアップグレードが無料で入手できるというような、特典も来ておりますので、こちらもね、まだ受け取ってない方はですね、受け取るようにしてください。よろしくお願いいたします。はい、以上がですね、今週の、割引情報、ディスカウント情報になります。はい、そして以上でですね、今週のアップデート情報、こちらが全てになりますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで今週もね、ざっと紹介してきたんですけども、まあちょっとですね、やっぱり率直な感想を言わせていただきますと、やっぱりやり込んでる人にはね、ちょっともったいない感じになってるかなっていうふうに思います。やっぱ初心者とかね、まだ職業もね、極めてないよとか、コンプリートしてないよって方にはね、嬉しい一週間になるかなというふうには思うんですけども、もう本当にやり込んでね、やることがないよという方、新しいコンテンツが欲しいよという方にはですね、ちょっと物足りないような一週間になるかなって思いますね。やっぱそういう方にはですね、まあ帽子が2つとシャツが1個しか新しい要素がないので、ちょっとね、やっぱりね、ボリューム的に足りないかなっていうふうに思いますね。はい。でもやっぱりですね、大型アップデートはね、着実に近づいてきておりますので、皆さんね、必ず金作の方と今日の挑戦、必ずね、こなすようにしてください。ね。というのはですね、やっぱり今回の密造酒のね、ミッションでも皆さん分かったと思うんですけども、絶対ね、ゴールドがね、必要になってくると思うんですよ。お金ではなくて、ゴールドの方もね、重要になってきますので、こちらもですね、今日の挑戦は連続で続けていただきまして、ちょっとバグがちょっと起こってまして、リセットになる方もいらっしゃるんですけども、まあ、それにめげずにですね、今日の挑戦頑張っていただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい。ということでですね、タイムリーにこういった情報をどんどん紹介していこうと思いますので、皆さんどうかチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということで今回はね、こちらで失礼させていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。See you!